佐藤勝栄は、日本の国土交通機関。八代市副市長や、国土交通省水資源部長等を経て、国土交通省東北地方整備局長。北海道札幌市出身。1985年北海道、大学工学部土木工学科卒業、建設省入省。四国地方建設局企画課長、通商産業省製造産業局。 非鉄金属課課長補佐、建設省大臣官房技術調査室課長補佐、国土交通省河選挙区防災課災害対策室、企画専門官等を経て、2005年北陸地方、整備局河川調査官。2006年から八大市助役や、八代市副市長を務め、荒瀬ダム撤去対策検討会議員にも就任した。二千九年ダム水源地環境整備センター研究。 第一部長。東北地方整備局北上川、下流河川事務所長等を経て、2014年内閣、官房副長官補付内閣参事官。2016年九州地方整備局河川部長。2017年国土交通省水管理、国土保全局防災課長。2018年国土交通省水管理、国土保全局水資源部長県内閣。 官房副長官補助内閣審議官内閣官防水循環政策本部事務局長2019年7月9日から東北地方整備局長を務め東日本大震災からの復興などにあたった2020年7月21日大臣官房府即日辞職同年11月日本建設情報総合センター審議役2021年 足立俊之講演会参与。ありがとうございます。